こんにちは、ビットポイントジャパンからの公式情報です。FTX に関する一部報道ですけども、まあこちらビットポイントジャパンからね、こういう風な報道があるのは非常にありがたいことですよね。まあ当社は現在報道されている FTX に関連する影響を受けておりませんと。 で、えー、お客様の資産は保全されており全てのサービスが通常通りご利用いただけるということですねまあ、つまり法令に基づきお客様からお預かりしている法定通貨暗号資産は当社に帰属する自己資本とは分別管理されているということですまあ、つまり、えー、どんな影響を受けても預かったお金に関しては まあ一辺もかけることがないってことですよね。つまりレバレッジをかけていないんで大丈夫ですよってことです。まあビットポイントジャパンね、本当こういう意味でも信頼できるところだろうなと思います。で、多くの海外の取引所っていうのはこういうのなされてないので、あの、預かった資産で、それを会社の資産として他へ預けたりとかね、えー、レバレッジかけたりとかしてるわけなんで、だから逆回転して資産ベリすると、預けてるお金が減るってことなんですよ。うん、だから人の金勝手に使ってるってことなんですよね。 うん、まあこれが世界の常識になってるのかなと思うとちょっといささか悲しいんですけども、日本のね、暗号通貨取引所って、堅苦しいところは結構あるんですけども、そのリスクに関してはかなりのレベルで、あの、リスクエッジされてますんで、まあこういう時ね、やっぱ金融庁ありがとうって言わない現象ね。普段はね、金融庁この野郎なんですけども、きちんと金融庁の指導で、えー、取り付け騒ぎが起きないようになっているってことですよね。いや安心安心ということでございます。